ます。いつもなりの第一弾はいつのは井圭介なんですが、はい、ゴミ収集車ですね、春山整骨院に、はい、先ほど7分ぐらいに行っていて、やっぱり音がものすごく大きいで、あとゴミボックスの蓋を閉めるときの音、まあ、春山整骨院の勤務者の人たちも何か腹いせなのか、まあ、完全に大きい音を出しちゃダメだっていう意識がないからか、思いっきりバターンっていうものすごい音をさせる、まあ、多分あれ意図的にしてるでしょうね。そうじゃなかったら音が出ないですから、まあ、そういうことのその兆候というか、前ひどい時なんかゴミ収集車朝の6時台とか6時ぐらいとかに来て、でまた無理やり起こそうとするようなその風潮がありましたから、でただねこれその電波の世界とかもあるから、その本音でその相手にも聞いてみたいんですけど、相手も無理やりその起こされて、でその後眠れないからもう衝動に回り始めているんだとか、まあ、何かちょっとそういうふうなところを聞いて、それやられると二度寝ができなくなるんですよ。僕は例えば今日の朝だったらゴミをゴミステーションに出したんですね。でその後、まあ、来てるんですけども、ゴミステーションに出しなかったとしても、まあ、朝起きたりした時一回お手洗いとかに行ったりで、そしたらそういうふうにゴミ収集車が来て、で、まあ、二度寝ができなくなるような、もう次々ですね、まあ、この間の通報もありましたけども、朝からもう鳴らしに来てて、まあ、昨日だったと思うんですけども、まあ、次々その無理やり起こしておこうとする連中が現れる。で、まあ、パリオリンピックは近いですけども、その予選とかがこう海外が開催地とかで時間軸は違う、だから無理やり起こしとこうみたいな考え方の人間が混ざっているかどうかも、それも調べておいてほしいところですね、はい、だからその方向でいくと逆方向なんですよ。オリンピックはもう開催しなかったら無理ですね。あと高校生大学生の世界戦も、ああいうものも世界中で終わらせてもらわなかったら、その両方をしっかりとできるだけで、はい、消費税が上がっていくのもだいぶ抑えられるでしょうし、それプラス、はい、エネルギーの消耗ですね、ガソリンの、はいはい、そこ本当に重点的に達成しなかったらっていう部分ですね。だからその辺のところの証言とかも本音の部分でいいですから、無理やりこちらも起こされてるとか、はい、そういうところをちょっと、まあ、証言を押さえておいてもらえますか。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、この名前は何とおっしゃる。ヒローと言います。はい、はい、ヒローと言います。ヒローさん、はい、はい、ちょっとこの記録もインターネット上に YouTube で開示させていただかせてもらってよろしいでしょうか。何をですか。もう記録もやっぱりたくさん残しておかなかったら、僕もどういうふうなことがあったっていう、その裁判所での証明、だから、はい、スポーツ関係で起こされている人がこれだけいるとか、ある程度その辺の話は一応、まあ、岸田さんとかその前の総理からもある程度話は上がっていて、国連でもそういう話はしてもらって、テレビでもある程度のその辺のとこ遠回しですけども、放送してもらってるんですよ、海外の例えば東京オリンピックだったら地球の裏側のその開催、出場してる、はい、あ、どうぞどうぞ、地球の裏側のその人たちがその日本時間のその開催してる時の時間帯にやっぱり無理やり起きて旗を長かしたりとか、そういうことをまあ頑張らなかったらならないみたいなことをおっしゃってるんですけども、やっぱりもうこのエネルギーの残量問題考えたらもうそこまでするような状況じゃないですから、だからまあそういうふうなところも含めて、そのスポーツの危険性っていうことで一時テレビでも数年前に放送してもらってたんですよ。だけどもそういうような放送っていうのは今一切なくなって、東京オリンピックが開催されて2021年に、それからもう何もかもおかしくなってますね。NISA に、新NISAに関しても非課税 の、 枠は270万円まで増えて、今それまでは100数十万円までの範囲で、5年を経過したら、そこからの収益に関しては
投資とはいえ税金かかりますよとかそういう形で抑えが効いてたんですよ。それはもしかしたら日本だけじゃなくてアメリカとかイギリス海外、まあ、もしかしたら中国かもしれない、その新ニーサで非課税の枠が増えたりとかして今とんでもない株高になってる。だからありえないはずなんですよ。リーマンショックの時にもそうですけども、1990年のバブル崩壊でこんなに遊園地とか作ってエネルギーを消耗させて、しかも思いっきり赤字を出すようなこんな世界無理だっていうことで、一回バブル崩壊1990年の頃にみんな懲りたはずなのに、まだ元々の悪い世界、変な経済の回し方の世界に縮小も現在過度に戻ってしまってる。だから人口は私が生まれてきた1977年よりも前から縮小始まっていて、でそれは世界的に起きてることであって、だからリーマンショックの時の株価も日経平均8000か1万2000かそれぐらい、まあ、ちょっと東日本大震災の頃とごっちゃになってるんですけども、はい、そういうところ考えたら、まあ、バブル崩壊の時も2万8000ぐらいでバブル崩壊だったじゃないですか。で人口これだけ、もう1977年の頃と比べて男性と女性の生まれてきてる人の数が半分ぐらいになってるのに、マーケット市場は小さくなっていってるのに、こんな株高は絶対ありえない。何が起きてるかって言ったら、過度の円安が進んで海外の投資家の人たちが今が買い時だと思ってどうしても日本の株を買ってしまう。で私の目指してる、もちろんトヨタ自動車の現在の社長の佐藤さんも僕との受け答えで、自動車のガソリン車の生産も停止しなきゃならないっていう方向の話をした時に分かってるっていう返事をしてくれてるんですけども、それが世界中の自動車メーカーで起きた時に経済どうなるかって言ったら、もうガタガタになります。またリーマンショックとかバブル崩壊のようなことが世界中で起きます。だけども政府のしてることはニーサという形で逆の方向をしてしまってる。だその非課税の部分に関しても逃げ工場なのか買わせるためだったのか、どちらとも受け止めれるんですよ。税金を徴収しなかったのは、それはエネルギーの残存量問題だってもう何十年も前から国連で言ってますよと、そういうふうにも政府としては、まあ、逃げ工場として言えるでしょうし、経済、まあ、お金をとにかく書き入れたかった人たちからしたら今が買い時ですみたいな方向で見せれる。それはテレビの放送でそう放送してしまった時点で絶対的に今が買い時だみたいな形で見えてしまう、というような状況でどちらとも受け止めれるっていう、もうそうず、まあそういうわけでちょっと、まあ、まあ話がだいぶ膨らみましたけども、先ほどのゴミ収集者の人たち無理やり起こされてるとか起こされてないとか、はい、まあ、その辺のところからちょっと聞いてあげてもらえますか。でその証言ちょっと記録を残しておいてもらえますかで、いずれその裁判所にその有馬警察署の方からのその僕からのその通報記録、その YouTube にアップロードしている内容からちょっと誰それさんとこういうふうな話しましたっていうその記録がなかったら、ここも思い出すの難しいんで、その YouTube に上げさせていただいていいですよね。他の警察官の方、多くの方がもうそれでいいっていうことをおっしゃってくれてるんで。はい、はい、よろしくお願いします。ということです。